送られてくる。うちには送られてきてない。中で信仰の口で送ってるわけ。そうですね。そうですか。Thank you.
て直したいと思って入ってきた人たちがそんなことやられてみたら、この国終わりますよ。会社さん、もう中小企業で成り立ってるんですよ、ここの国は。90%ですよね。それに加担してほしくない。本当に超零細零細企業。いや頑張っ、うん、零細企業や。立場が違うから、立ち位置がなんか頑張ってくださいって言いようがないです。本当にだけどやっぱりそうやっていろんな、お嬢さんや、何も知らなかった。本当に今回良かったと思いますよ。何知ることに。そんなの考えてみるの。保育所の幼稚園と小学校が出てくる。すごい。それはご先祖様。でもそうは言っても、やっぱりこの法律がおかしいんであれば、私はもう今正すところしかやり、正すためにやるしかないなと思ってるんです。でだから、ただ問題は、学年自体はまだ死んでませんよ。死んでませんよ。だって仮なんです。言うまったから。だから、それはそれで、からそうに。そうだそうだ、本当にその通り。答えてあげてください。みんなそれ言うの。でも幼稚園のものは何一つ僕らは処分してない。幼稚園自体はあるのに、要はこちらの話を完全に聞くべきだったんです。申し立てない、ま、申し立てが申し立てないちょっとおかしいですよね。民事再生前いやいや、もうその子供は見るのは結婚で育てるんです。子供は見るのは見るのどこ行ったんですか。幼稚園バス。幼稚園バスよ。だって私たちの 私物じゃないですよ。あれ全部中央です。どこ行ったんですか。これは広いです。